次に岡本光成君。岡本君。公明党岡本光成です。質問の時間をいただきましてありがとうございます。本日は、羽田空港の新飛行経路について質問させていただきたいと思います。本年1月からこの新飛行ルート試験的に飛行が開始をされまして、3月29日から本格運用がスタートをしております。もともとのこの目的、国土交通省のプレスリリースを拝見しておりますと、一つは首都圏の国際競争力の強化、非常に重要なことだと思います。加えまして訪日外国人旅行者等の受け入れ等のためということであります。地域の住民の方からはさまざまな不安な声、また騒音に対する悩みの声も届いております。ただ一方でですね、私これまでの国土交通省の取り組みというのは非常にきめ細やかくて、十分に、やれることはやってきたというふうなことだというふうに理解しています。例えば、複数回にわたる地域の住民の方との懇談会、意見交換会、また飛行する航空会社の安全基準というのは世界最高水準の規制をかけているということであります。国交省がまとめていただいておりますこの羽田空港のこれから、この小冊子も大変わかりやすいんですが、実は国交省のホームページに羽田空港のこれからというところがありまして、この内容に加えまして動画でわかりやすく説明をしていただいたり、今の風向きでどういう方向で飛んでるかよくわかってるようなのがあるんですけれども、このホームページに行くまでにクリック何回もしないといけないんですね。もう本当に素晴らしい内容で、住民の方いつでも見ていただきたいようなことですので、このホームページのですね、中身についてもちょっと工夫をいただければと思います。でそれを前提といたしまして、飛行が訓練的に開始をされまして、1月からこれまで地域の住民の方から苦情の件数何件寄せられているかということをまず航空局長にご答弁いただきたいと思います。和田航空局長。お答えを申し上げます。苦情の件数でございますけれども、実機飛行確認を実施した日、これ10日間あるんですけれども、10日間におきまして、国および特設のコールセンターにご意見等をいただいた合計件数は、1147件になります。また、新飛行経路の運用を開始した3月29日から5月31日時点までの64日間、におきましてご意見をいただいた件数は合計で2548件となっております。岡本君。これ事前に事務方の方から伺いましたら、苦情の件数でやはり一番多い件数は騒音だというふうに伺いました。事前にですね、国土交通省実は地域住民の方との対話の中でも、推計平均値どれぐらいの音がするかということを予想して発表していらっしゃいます。実際にこの新飛行ルートが実機で飛びました後に、その実測値も測っているわけですけれども、事前にですね推計したものと比べまして、2割ぐらいは実測した音の騒音の方が大きくなっております。一番大きいところではですね、川崎市で最高で 87.9 デシベル、これはどういうことかというとですね、80デシベル以上は会話、電話が聞き取れない。あえて状況を例えて言うと、建設工事現場と同じだそうであります。このような、非常に大きな騒音の状況、加えまして、この2割程度は、推計よりも実測値の方が大きかったわけですけれども、こういうところに対して、どういう対策を取ってらっしゃるかということを局長にご答弁いただきたいと思います。和田局長。お答えを申し上げます。平成26年に羽田空港の新飛行経路を提案して以降、住民説明会等では騒音影響を軽減してほしいとご意見を多くいただきました。このような声を受けまして、着陸地点を海側に移設することによる飛行高度の引き上げでありますとか、着陸量体系の見直しによる低騒音機の導入促進、また高価格の引き上げによる飛行高度の引き上げなどの騒音対策をお示ししてまいりました。本年1月から2月にかけて実施をいたしました実機飛行確認につきましては、ただいま委員からご指摘がございましたように、約2割が平均推計値以上という結果になっております。また高価格の引き上げによる効果といたしましては、継続的に 3.45 度で降下した場合の平均値と3度で降下した場合の平均値を比較いたしますと、
継続的に 3.45 度で降下した場合、これは高度を引き上げた場合でございますけれども、そちらの方が 2.7 デシベルから 0.5 デシベルの騒音軽減効果が見られました。この騒音測定結果は実機飛行確認中という非常に限られた期間のデータに基づくものでありますので、データを蓄積分析をして騒音状態を継続的にモニターするとともに、地元自治体等地域の皆様に丁寧に情報提供をしてまいります。国土交通省といたしましては、今後ともこれまでにお約束した各種の騒音対策を着実に実施をし、地域の皆様の理解が深まるよう最大限努めてまいります。岡本君。この騒音が大変厳しいような状況の地域にある学校や病院等については、例えば二重サッシにする等の予算的な支援も行っていただけるということでご準備いただいておりますけれども、今後申請が始まりましたら速やかに実行をぜひお願いをしたいと思います。このような状況、一番大きいのは件数としては騒音、そして一部の方はやはり落下物に対する不安みたいなものも多くあるわけですけれども、この地域住民の方に関して言えば、私たちが想像できないほどの不安、苦悩が、皆さんお持ちのような状況であります。地域住民、とりわけですね、品川の辺りが最も大きな被害を受けているというふうに認識しておりますけれども、品川区議会では、この新飛行ルートに関しまして、過去に2度にわたりまして、新ルートの再考や、固定化を避ける取り組みの決議を行っており、国交省にお届けもされています。局長にもう一言、もう一点だけお伺いしたいんですけれども、この品川区以外のところからも、このような住民の方のお声、たくさんいただいて、懸念の声上がっているわけですけれども、区議会の決議であったり、地域の方々の不安の声であったり、多くが国交省に寄せられているこの状況を、どういうふうに受け止めていらっしゃるかということを、今一度航空局長にご答弁いただきたいと思います。和田局長。お答えを申し上げます。新飛行経路につきましては、経路下の住民の方々からは、騒音をご心配するご意見、また落下物をご心配するご意見など、さまざまなご意見をいただいておりまして、一つ一つにつきまして、真摯に受け止めております。岡本君。大臣、大臣に直接お伺いしたいんですけれども、特に被害が大きいというふうに言われているのが、品川区の皆さん、港区の皆さん、目黒区の皆さん、これまで議会としても決議もされておりますし、私どもの公明党のこの地域の地方議員の皆さんも、住民の方の声をしっかりと受けて、国交省に何回かご提案、提言、要望もさせていただいております。つい直近ではですね、先週5月28日に、この品川、目黒、港区の公明党の議員の皆さん、来ていただきまして、大臣に直接、緊急の要望をさせていただきました。私もその場に同席をさせていただきました。この地域の皆さんもですね、羽田の国際化のために、ご自分たちも、我慢できるところは我慢しながら、一緒にこの羽田の国際化の実現を目指そうというお気持ち、十分にあるんです。その上で、もともとのこの新ルートの目的の一つとなった環境は今、若干変わっているところもあります。ですから、そういうことも総合的に含めて、常に何がより良いかということを国交省にご検討いただきたいというような内容であります。この要望書の中には切実な声として、感染防止のために窓を開けたいんだけれども、騒音がすごすぎて換気ができないというような、具体的な悲痛にも似た声も書かれておりました。具体的にですね、2つのことが要望されているわけですけれども、その1つは、この羽田の新飛行ルートの再考、再び考える、および固定化を避ける取り組みを、早急かつ具体的に国交省に検討してほしいという要望でございました。このそれぞれの地域の都議の皆さん、区議の皆さん、その後ろにいらっしゃる多くの区民の皆さんの声を受けて、国交省として前向きにより良いものを作り上げるためにご検討いただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。赤羽国土交通大臣。羽田空港の新飛行経路につきましては、よくご承知だと思いますが、これまでの長年にわたりまして、首都圏空港の強化、競争力強化
ということで大変議論をされてきました。しかしその結果、新しい新飛行経路を採用しないと容量が間に合わないということでお決めになったと。同時にですね、これまで千葉県に偏っていたこの騒音の負担を平準化するべきだと、これは千葉の県下の25市町からも大変強い要望がございまして、こうした2つの視点から導入されたものでございます。ただ新しい経路でありますので、私自身も大臣という責任者になり、騒音の問題、また安全性の問題というのは自らも確認するべきだという思いで、1月のから2月にかけての実機飛行訓練に乗られた全日空、日本航空のそれぞれのパイロットの方、またその責任者の方々と直接さまざまな私が持っている懸念、心配事もお話をさせていただき、今後もこうしたことは不断の継続をしていくということを確認し、またもう一つはですね、私自身、この言われている、新宿落合第二小学校と、実は私の母校なんですけど、そこに設置されておりまして、そこと天王洲アイルのところ、また新しくなってます青山、また目黒、こうしたところにも実際、自分も足を運びながら、現実の騒音の状況というのも、私なりに肌身で感じてまいりました。率直な感想としては、そのデシベルの騒音の数値と、必ずしも体感が違うというか、私の個人的な話ですけど、まだ分析はできていませんが、ビルが林立してとか、その反響で結構多く聞こえるとか、多分新しい経路のところでは飛行機の大きさがにちょっと驚かれるという方もいらっしゃったりとか、あとやっぱ当然個人差も相当あるというようなこともあるなということでございました。そうした中で今お話がございましたが、5月28日に品川区、目黒区、港区の公明党の都議の方々、区議の方々から、また地元の皆さんの声を受けてという形で、この新経路の固定化回避に向けたご要望をいただいたところでございます。このご要望をいただきまして、省内でもさまざま検討する中で、今、航空機とか航空管制の技術革新も相当進展もしておりますので、そうしたことを勘案し、今般ですね、私から航空局長に対しまして、新経路の固定化を回避するための方策を早急に検討するためですね、有識者および専門家による検討会、今月中にも立ち上げるよう指示をさせていただいたところでございます。この検討会におきましては、管制技術の進展や海外空港における事例調査等も踏まえ、考えられる技術的選択肢について多角的な検討を行っていただきですね、今年度中にそのさまざまな選択肢のメリット、デメリットを整理していただきたいとこう考えているところでございます。こうしたことが、新しい飛行ルートの固定化の回避、また新たな選択肢を生むことを期待するわけでございますが、いずれにしましても、首都圏空港の機能強化というのは、これまでも幅広い関係者の皆様の理解と協力をいただきながら進めてまいりましたし、これからも進めることが必要不可欠でございますので、引き続き影響を受けられている地元の方々の声には丁寧に耳を傾けつつ、そうした皆様にとってもより良い結論が得られるように責任を持って取り組んでまいりたいとこう考えております。岡本君。委員長ありがとうございます。大臣ありがとうございます。固定化を避けるための取り組みを検討する有識者会議を早急に立ち上げていただけるという、ご答弁本当にありがたいと思います。思うんです、やっぱり地域の方からするとですね、固定化を避けてほしいというその結果は何よりも重要なんですけれども、そのプロセス、自分たちの声がちゃんと国に届いているんだと、国を信頼できるからこそこの羽田の国際化にも協力ができますし、日本を前進するためにも協力をしていこうという気持ちにもなります。この検討会をしっかりと機能させると同時に、今後もさらに地域の皆さんの声を聞いていただきながら、より良い結果が得られるような運用をしていただきたいということをお願いいたしまして、質問とさせていただきます。ありがとうございました。次に